にもやらせてくれよ。ちょっと待った。思ったよりスピード出してんな。見失うなよ。あいよ、今日は派手にやってやろうぜ。まずは追いついてからだ。それそれ、あ、ね、なんだあいつら。魔物だ、追いつかれるな。お、気づいたぞ。逃げ切れるもんか。今だ、避けろ。あぶねえ。いいぞ、行け。よし、離されるなよ。あともう少しだ。相手してやれ。こいつ。はっ。どう？俺って強いだろ。キャン。うやっ。アジ、チャンスだよ。任せとけって。あっそう、じゃあそろそろ本気出しちゃおっかな。くそ、舐めやがって。うりゃっうりゃっちゃん、やっ。よいしょっと。いいでしょう。よし、行こうぜ。ちくしょー。文句言うな。ちょっともらっただけじゃないか。またよろしくな。それにしてもな、こんなちんたらやってないでガバッと国王とこの水源乗っ取っちまえばいいのに。我慢しろよ。もっともっと人間が増えてからでも遅くないさ。じゃないとあいつら絶滅しちまうから。人間がいなくなってみろ。つまらないぞ、俺たち魔物はさ。やるよ、持ってけ。ありがとう。余の
末だな。悪魔の王子ともあろうお方が人間に水をくれてやるなんて。俺たち魔物がいいことしたらおしまいだよ。うるせえ、成長したらいじめてやるんだよ。しばらくぶりの水だな。助かるぜ。ご苦労ご苦労。王子、スライムのやつが死にかけてます。え、うっかり日差しの中で眠ってしまったようで。今ならまだ間に合うかもしれません。水を持って行って。いいけど、どこに。ポルターと一緒だったそうなので、あの岩場の上ですな。まためんどくさいところに。そうそう、水が欲しそうなものがいたら。そや、お前自分の仕事を俺に押しつけ。そんなことありませんぞ。わしは、めんどくさいけど行ってやるか。他の奴らに水を回してたら自分。もうちょっとたくさん人間から。そうしてくれると助かるぜ。礼をしなく。ほった。よっしゃ。ほった。よっしゃ。どうよ、助かりそうか。まあなんとかなるんじゃね。なんでお前そんなに声が出。王子、ありがとね。もう日向で寝るなよ。だよな、今日も。空はいつも。ああ、なんでこんな世界になっちゃったかな。今から50年ほど昔、人間どもの愚かな行動と天変地異とが重なり、地上はこの大して広くもない砂漠が世界のほとんどになってしまった。それなのに残ったわずかな人間は懲りもせず
馬鹿な争いを続けたのだ。その先が反乱軍のアジトだ。情報によれば協力者のピッチ陣がいたぞ。敵を殲滅するのだ。国王軍だ。ピッチ陣たちを守れ。あのマシンを破壊されるわけにはいかない。絶対に守り抜け。解除は済んだか。ならば速やかに兵器を破壊するのだ。攻撃が届く位置まで移動。よし、しっかり狙って一撃お見舞いしてやれ。こうして懲りもせず続いた馬鹿げた争いは最悪の形で終わりを迎えたのだ。俺たち暗黒世界の似合う魔物にこの激しく眩しい太陽光線ってのはどうだろう。チッ。これが灼熱の荒野サンドランドである。そんなサンドランドに足を踏み入れる者がまた一人。私は近くの町で保安官をしているラオと申す。実は魔物の方にぜひ力をお借りしたいことがある。どなたか話を聞いてくださる偉い方はおられるか。保安官がここに来るとはいい度胸。あなたがここのリーダーか。一番は大魔王サタン様だ。だがお前など俺は悪魔の王子ベルゼブ。よう言ってみろ。では担当長、ぜひ幻の泉を探し出す旅を手伝。幻の泉？私がこの砂漠のどこかに必ずあると信じている。泉があるって？バカ言うな。聞いたこと。ウォーターフィンチという小鳥。この鳥は淡水性の小魚を食し、繁殖期になると必ず砂漠の北にある岩の巣に。知ってる。
しかしそれが泉。私は昨日ウォーターフィンチが飛んでいる。このことはやってきた方角である砂漠の南の必ず小魚のいるような泉が存在するということだ。ほう。ここから砂漠の南への旅は常に我々人間だけではおそらく半分も進めまい。そこであなた方、奇跡的に泉を見つ、その水を人間と。もちろんだ。希望ならあなたたちがその泉に住む。我々は定期的に水さえ手に入れられ。それはあんたの考えか、それともあの国王。私だけの計画だ。あんな私利私欲だけに走るどうしようもない王だからこそ、我々の手で泉を見つけなければいけないのだ。悪くない話だけど、俺たち盗めば水くらいなんとか。どうなんだ、やめろよ、かっこ悪いよ。人間の水で儲けてる国王にはいい気味だぜ。よかったらこれも差し上げよう。長い混乱で残った貴重なゲーム機らしいが。すげえ、ソフトもついてる。俺サタン様に相談してくる。話は全て手伝ってやれ。我々のためでもある。あの人間は信用できそうだ。お前の修行にもなるだろう。はい。ただし無事帰ってきたらゲームは1日1時間まで。明るい部屋で画面から離れてすること。わかお許しが出たぞ。こいつで行くんだろ。俺たち何人乗れるんだ。荷物もあるからせいぜい。じゃあ俺シーフかな。なんでわしが。お前物知りだし盗むのうまいじゃん。やった。王子、考えたのですが、空を飛べるやつがピューッと行けばいいのではありませんか。グダグダ言ってないでさっさと乗ってよ。さ、行こうぜ。王子、気をつけなよ。出発！まずは南に向かおう。ウォーターフィンチが来た方角だ。ところでさ、おっさん、どれくらい時間がかかる予定なんだ。ラオと呼んでくれ。そうだな、かなりかかるだろう。なあ、ちょっと運転させてくれよ。もうやめなさい王子、こんな人間の機械。いいぞ、やってみるか。いいのか。
転は初めてか。まっすぐ走らせてみろ。このまま南へ道なりに進んでくれ。おお、なかなか筋がいい。その調子だ。ブーストで加速もできる。たまには寄り道するのもいいものだぞ。寄り道をすることで様々な発見があるものだ。確かに旅人が置いていったものや使えそうなものが拾えるかもしれんな。へえ、さすがプロの泥棒だな。ほっ、あ、何かに使えるかもしれねえな。もらっておくか。飛ばせ。下地流だ。
ままブーストを絶やすな。まずいぞ、飛ばせ。来るぞ、避けろ。今はエンジンの負荷も気にしなくていい。目いっぱいアクセルを踏むんだ。逃げ切れ。もっとスピードを出せ。追いつかれるぞ。うまいぞ。ゲジ流に追い、もっとスピードを出せ。追いつかれるぞ。スピードを出せ。追いつかれるぞ。やむを得ん。やったぞ。なんとか逃げ切りましたね。大したことなかったな。いきなり水と食料を失った。アヒルのおもちゃかよ。あまりのひもじさにそんなものまで食おうと。笑えん冗談だな。この辺りは軍からの配給がなく、野党の住人たちの上は想像噂話ではあるが、おぞま。なんだよおぞまし。王子、聞かぬ方がよろしい。なんで。我々魔物にとっては人間はやった、そういう話。いや、人間にとってもそいつはき。それでも近畿に触れざるを得ないほど切羽詰まっていたのだ。つまりこいつは近畿の証って。はちょっとかっこいいな。そういう話ではないの。あ、この村って誰も住んでねえのか。廃村のようだな。村の奴らはどうしたんだ。この辺りは治安が悪い。安全な町を求めて移り住んだんだろう。どうか魂だけは抜かないで。そんなことできないっつーの。というか、え、そうなの。切り替えの早い。お前ここで何やってんの。僕は国中を商売して回る行商人なんだけど、行商を終えて帰る途中で一息ついてたところさ。ここの住人じゃないのか。まさか。ここはとっくの昔に廃村。いろいろあって住む人がいなくなること。いろいろってなんだ。この村は昔の戦争の時に疎開先として作られたんだけど、戦争が終わって国王軍の配給どんどん人が減って、その上国王軍が寄らなくなったせいで近くの。今じゃこの有様ってあんたたちも盗賊団には悪魔がそんなの怖がるかっての。いやいや、気をつけるに越したことはない。備えあれば憂いなしって言うだろう。旅の役に立つものを取り揃えてるからさ。
ありがとうございました。で、どうするのじゃ。水も食料もなくして、ここから少し走ったところにタルボと、金に余裕はないが、そこで何とかしよう。他に方法はなさそうだな。じゃ、そのさあ、車に乗って進むとするか。運転なら任せろ。あの岩のアーチを目指そう。その先に街が見えるはずだ。へえ、楽しみだな。ほっ、ん？手帳やろうそくがありますよ。誰か住んでおるのや。いる気配はしないけどな。おそらく旅商人が野宿をしていた後だろう。この辺は治安が悪い。時に盗賊も出ると聞く。おそらく盗賊に見つかり隠れ潜んでいたのだろう。長い時には一月ほど耐え忍ぶこともあるらしいぞ。へえ、俺ならボコボコにやっつけてやるのにな。ここブーストでぶつかったら壊れるかな。壊れるでしょうな、車の方が。手帳やろうそくがありますぞ。誰か住んでおるのやも。人間がいる気配はしないけどな。おそらく旅商人が野宿をしていた後だろう。この辺は治安が悪い。時に盗賊も出ると聞く。おそらく盗賊に見つかり隠れ潜んでいたのだろう。長い時には一月ほど。ここブーストでぶつかったら壊れるかな。壊れるでしょうな、車の方が。やはり昔は良かったか。どうかな、こんな世界になっちゃったのは最悪だけど、人間は昔も今も問題あるからな。そいつは認めるが、あんたら魔物ほどじゃあるまい。俺たち悪さはするけど殺しまではしないぞ。冗談だろう。言い伝えでは大昔から魔物は人間は大昔からずっと都合の悪いことが起こると魔物のせいにしてきたんじゃよ。川が枯れた時もそうじゃった。
我々はあんたたちを誤解していたのかもしれんな。と言って勘違いしてもらっちゃ困るぜ。悪なのは確かなんだからな。例えばこの間は夜更かしした上に歯も磨かずに寝てやったぜ。どうだ、悪だろ。なんつっても悪魔だからな。おっさんだって、なんだあんな。てんてこな落書きがあるぞ。あれは、盗賊団の縄張りを示すペイントだ。あのペイントの近くには、盗賊がたむろしていることがある。面白そうだな。ぶっ飛ばしてやろうぜ。バカを言うな。いいか、絶対に近づくんじゃないぞ。チェッ、つまんねえな。我々はあんたたちを誤解していたのかもしれんな。と言って勘違いしてもらっちゃ困るぜ。悪なのは確かなんだからな。例えばこの間は夜更かしした上に歯も磨かずに寝てやったぜ。どうだ、悪だろ。なんつっても悪魔だからな。おっさんだってほんの少し。カモがやってきたぞ。10日ぶりだぜ。なんだ四輪ともパンクとは。さっさと身ぐるみいただいてしまいなさい。逆らったら殺してもいいわよ。こいつはお前らの仕業か。おい見ろよシーフ、あいつらの間抜けな格好。でも方向性は王子と似ていますぞ。なんて失礼な。分からせておやりなさい。うらうらっちゃん、ほいうらっほいちゃんもう頼りにならないわね。スーレイヤ、痛いなこの野郎。いててそれほい、うりゃん、いいぞ、うわやっ、痛いなこの野郎。いって、うりゃっ、ちゃん、はっ、えいや、そーれ、ほいっ、うりゃっ、やっ、ちゃん、はっ、うりゃっ、いい感じだな。そチビのくせにやるじゃない。鉄砲は。ほい。あ。悪魔より悪だなんて許されると思うか。生きてたかおっさん。ああ、おかげ。それにしてもさすが悪魔だな。信じなんてことねえさ、こんなやつら。そんなことよりどうするね。いや、これではとても走る。しょうがない、タルボ町まで歩こう。すぐだ。歩きかよ。やれやれ、まったく。さほどの距離じゃない。ほら、あそこに見えているだろう。本当だ、行くぞシーフ。はいはい、わかりましたよ。タルボってどん、
なところだ。かつては鉱山町として栄えたこの辺りで一番住人が多い町だ。タルボといえばアクアニウム鉱石が取れる鉱山があったじゃろう。アクアニウムか。今は枯渇して鉱山も閉鎖されたと聞くが。やれやれ、取り尽くさずに俺んとはこんな感じだよ。タルボ町だ。魔物がうろうろすれば騒ぎになる。ここは待てよ、水と食料だろ。シーフがタダで盗んできてくれるさ。いや結構、私は保安官だ。それはまずい。あんまり金持ってないんだろ、無理する。シーフはプロの泥棒。衣装持ってきたんだろ。はいはい、わかりました。王子ちゃんと持ってきましたよ。ヘアスタイルが乱れるんだよ。な、この格好ならいざという時に見つかっ。ではしっかり整備されとるみ。さてあとは必要なものをいただくだけだが。お、ちょうどよさそう。他にもまだいただけるものが。よし、さっさと集めて戻る。国王軍に渡す今月の徴収物資はこんなもんだな。働いても働いても国王軍が持っていく。おお、これは国王軍。国王軍のものなら遠慮はいらんな。もらえるだけもらっていくでしょう。調子で行けば楽に終わりそうじゃな。うん、なんじゃボロロ牛か。まったく脅か。いい食料になりそうじゃが、連れて戻るには見逃してやるから、さっさとどっかに。
れた。ちょっと休憩っと。こんな時はボロロウシちゃんに癒されたいな。あの毛並みが最高なんだよね。ああ、え、スピノマ、それならもっと南の山に囲まれ、あんたあんな寂れた町に何か用でも。あの小娘、見たところこの辺りのものではなさ。おっと、そんなことより、お兄ちゃん、ナパス基地の配達私が行くね。いや、あれは戦車の部品だ。重いから。戦車？今までな…知らねえけど、パーツがいるんだから。いいなぁ、戦車。一度でいいから改造。やめとけ、お前の未熟な腕じゃ壊しちま…もう、お兄ちゃんはそうやってすぐ私を犯人前扱いする。戦車とは、こりゃ王子にお知らせしなければ。よっ、ほい。知らない子にスピノ町の…スピノ町…ずいぶん昔に反乱軍の拠点…国王軍に攻め落とされて今は廃れてるって話…そんな町に何だ…わからないけど…その子、おかしなことを考え…まさかと…わしらには関係なさそうじゃな。よし、水も食料も集まったな。こんなもんでいいじゃろ。それにしても戦車とは、いい情報を聞いたぞ。シャッシャと王子のも…ん？物資の準備はできて…今月は少し少ないな。おい、待て、なぜ逃げる？怪しい。待て！あの小娘のバイクじゃった。王子、水と食料を手に入れましたぞ。早いな、さすがだ。さらにナパス基地とやらに戦車奪って車の代わりに乗っていこ。いや待て、そう簡単に奪…でも車欲しいじゃん。歩いて幻の…ひとまず…よし。え、ナパス基地ってどこにあるんだ？ここから東に進んだところ。相当遠くはない。